早く温まらなきゃ。空が赤い。朝焼けだね。はい、朝焼けは太陽の光が低く斜めに長く大気を通過するとき、その光が小さな塵にぶつかって散乱することによって起こる現象です。今日は風が強いですから、きっとたくさんの塵が舞い上がってことさら赤く見えているのだと思われます。聞いていますか？うん、赤くてすごいね。そうですね、綺麗ですね。綺麗。そういえばさ、聞きたいことがあるんだけど。はい、使用者のお役に立つことが PF の使命ですから、何なりとお聞きください。あのさ、銀色の髪をした女の子を見かけたりしなかった？銀色の髪の女の子ですか。お待ちください、今データベースで検索を。その電力不足でデータベースの圧縮済みファイルへのアクセスは控えておりまして、全ての記憶を操作したわけではないのですが。知ってるの？はい、あ、いえ。どっちさ？どうやら私の確認できる記憶の中で、銀色の髪の女の子は見たような、見ていないような。見たの？見たような、いや、でも見ていないような。そっか、見てないのか。あ、でもその女の子がいる場所の予測は可能です。というか推測なのですが、他に人がいるとすれば、先ほどの駅から続く地下の商店街がありまして、そこは大変にぎわいのあるところでしたから。あるいは人がいるかもしれないの？はい、かつてはにぎわった場所ですので、ひょっとしたらいるかも知れません。その商店街にはどこから行けるのさ？先ほど我々が通ってきた駅の2階から地下商店街への通路が伸びています。しかし通常その通路はロックされています。でも大丈夫です。おそらくその通路の鍵はこの先にある倉庫の中に保管されていると思われます。80% の確率で。わかった、この先にある倉庫に向かえばいいんだね。そうです、倉庫の中で金メッキの細長い鍵を見つけてください。そのくれぐれも気をつけてくださいね。うん、わかってる。
こうやって炎を見てると落ち着くよね。こうやって炎を見てると落ち着くよね。なんだろう、少し眠たいわ。このようなところでお会いできるとは嬉しいことですな。ではでは、ごきげんよう。
声がする。うわ、なんだ、お母さんじゃないんだ。あのさ、鍵を探してるんだけど、知らないよね。あなた、人の話を聞きなさい。私たちは金色の鍵を。お話ちゃんと聞いてるもん。鍵ってこれのこと？金色で細長い。あの鍵である確率は 97% です。してくれないかな。やだ。我々には大切な用事があるのです。お願いですから。やだやだ、だってこれピカピカで綺麗なんだもん。わがままを言わないで、それをこっちに渡してください。
違ったか。次は頑張る。今度はお兄ちゃんの足音がしたら逃げるからねーだ。君もかくれんぼ上手だね。見つけるの大変だったよ。本当？かくれんぼ得意。かけっこは苦手なんだけど。あ、それからね、お兄ちゃん、これあげる。約束だから。ありがとう。じゃあ、これ代わりにあげるよ。駅の中で見つけたんだ。お母さん！
めんね。ずっと一人で寂しかったね。お母さん。ん？何？母さん。はいはい。何？お母さん。ん？今度は一人ぼっちにしないでね。ん？約束。約束。行っちゃったね。また一人になっちゃったかな。いえ、正確にはあなたは一人ではありません。そうか、うん、そうだね、君がいるものね。はい。
早く温まらなきゃ。これひょっとして、あなたと会う予定だったのにもう会えない。世界が終わり、世界が目覚める。これが見つかることはない。もしこれが見つかったなら、目覚めた世界はどんなのだろう。星はまだ空にありますか？月は空に昇っていますか？こうやって炎を見てると落ち着くよね。
そのようなところでお会いできるとは嬉しいことですな。ごきげんよう。Thank you.
この先から商店街に行くことができます。くれぐれも気をつけてくださいね。うん、分かってる。でもきっと大丈夫だよね。君もいるし。はい、もちろん私がついておりますしね。早く温まらなきゃ。あなた様は大切なお得意様でございますな。ごきげんよう。